この動画の屋外撮影パートは緊急事態宣言前に撮影されたものです。ご安心ください。よし、そろそろバイクに乗って出かけるか。ん？ジャケットからパーカーがはみ出てるのが気になるな。お、このパーカーかっこいいじゃないか。お店に見に行ってみようか。はい、というわけで串谷に向かいます。今日はですね、3月の17日の平日ですね。北九州の方の串谷はですね、同じ店長さんが40年間ぐらいずっとそのお店でずっと営業してらっしゃる本当に老舗で、とにかく知識がすごくてですね、どういったところに良さみがあるのかっていうとですね、まあ納得させてくれるわけですね。串谷さんのウェアとかギア類っていうのは正直申し上げてですね、あんまり安いものではないんでですね、おいそれと買えるものではないわけですよね。なんでこの串谷のこの商品はこの価格なのかっていうとですね、ちゃんとこの納得させてくれるわけですね。あ、これやったらこれにいくらいくら出してもええわってなりますもんね。ただね、あの串谷北九州の方はですね、遠いですよ。なのでなかなか行けない。お、怖い怖い怖い、これみんな飛ばすから怖い。北九州の串谷さんがですね、割ともう北端の方にあってですね、ちょっと買いに行こうかなっていうようなレベルの距離じゃないですね。この小川さんは割とこの距離感がまともな人間なんで、アスパラニキはですね、彼はですね、もう日帰りでね、鹿児島まで行っちゃう人なんで、3、40分で行ける距離に串谷さんのですね、九州の一番でかいと言われるショップができたのは、串タラの小川さんとしては非常に嬉しいですね。串タラ、アムラーみたいですね。あ、じゃあですね、串谷の話はちょっと置いといて、近況報告させていただきたいと思います。ドカティが納車されてですね、約2週間経ちましたですね。で、現状、まだ一切手つけられてないです。はい。その日のうちにバラバラになると思いきや、まあ、お店のね、都合もいろいろあったみたいでですね、順番待ちという状況ですね。それに加えてですね、例のあれの流行によりですね、イタリアのドカティの工場が閉鎖しちゃったっていうお話なんですよね。純正部品がですね、注文しても多分、いつ届くかわからないという状況みたいなんですよ。どうやら。なんでちょっと今迷ってますね。ビジョンさんからこのまま引き取って乗り続けるか、部品が来るまでお預けしておくか。どうしましょうかね。はい。ちょっとこのヌーだとドカティはですね、いつ復活するかちょっとわからないというところですね。まあ、というわけでですね、当面の間はですね、岡さんのマイバイクはこの S1000R ちゃんだけっていうことになりますね。プライダーさんですね、この S1000R に並々ならぬ信頼を置いているわけですよね。納車されて、もうあと5ヶ月で3周年になりますね。で、この3年間の間ですね、全くと言っていいほどトラブルはなかったです。岡ライダーさんですね、ロングツーリングはですね、基本的にこの S1000R ちゃんで行くんですけど、旅先でね、エンジンがかからなくなったとかですね、そういったことはもう一切ない。電子的なトラブルもない。最近の BMW の品質は、まあすごいってことですね。岡さん身をもって経験しました。はい。これからもよろしく、S1R ちゃん。今はお前だけが頼りだ。久しぶりにこのドカティの後に S1R に乗ったら、もう乗りやすさに感動しましたね。こんな乗りやすかったんだ、S1R ってちょっと感動しました。まあ、利便性を追求する話でいくとですね、まあ、レザージャケットっていうのもですね、まあ、安全性においては最強だと思うんですけど、やっぱりツーリングする上ではですね、やっぱり、これ雨降ってきちゃったりすると弱い部分があるんでですね、完全防水のですね、ジャケットが一番いいとは思うんですよね。全天候向けのですね、革かっこいいじゃないですか。ね、レザーかっこいい。効率よりもかっこよさを重視して、まあ、お母さんはレザーを着るわけですね。はい。まあ、ですけどね、この串谷さんのね、ジャケットのレザーっていうのはですね、なんか、撥水加工されてるものが多いんで、濡れて乾いてもですね、縮んで固まることがあんまりないらしいですね。はい、ちなみにですね、このジャケット、めちゃんこかっこよくて、お母さんお気に入りなんですけど、まあ、一着大体12、3万するっていうですね、結構いい値段するわけですよね。はい。まあ、でもですね、一生もんなんで、レザーはですね、はい、まあ、ずっと着れるっていうのがこのレザーのいいところですね。はい。お、やばい、気がついたら、ジャケットもグローブも、シューズも全部串谷だ。串谷の走る広告塔ですよ。岡田さんとコラボいかがですか。この動画は案件ではございません。むしろ案件ください。かっこよさ、便利性、皆さんはどういったところでウェアを選んだりしますか。やっぱりバイクはかっこよくないと嫌ですよね。どんなにかっこよくてもやっぱりこのプロテクターとか入ってなかったりするとやっぱり走ってて不安になるわけですよ。で、この串谷の何がいいってね、かっこよさと安全性が高次元でバランスしてるわけですね。はい。いやー、にしてもですね、やっぱりバイクってお金かかりますよね。これからですね、バイクを買おうかなってね、悩まれてる方、ヘルメットとか、このウェアとかですね、まあ、どの辺を目指すかにもよりますけど、やっぱ15万から20万はちょっと見とった方がいいと思います。はい。どうせならかっこよく乗りたいじゃないですか。ね。まあ、俺のバイクだから、俺がどんな格好で乗るか、俺の勝手だろうっていうのは、ごもっともですね、こんな意見もあるんだな、ぐらいに聞いていただければなと思います。はい。マックのドライブスルーに入る行列や。パラッパッパッパー。おう、そうこう話してるうちに、串谷さんまであと2キロよ。お、卒業式。あー、ちゃんとこの学校は卒業式開催できたんですね。おめでとう。お、もうすぐ。え、どこだどこだ、串谷。右っぽいけど。あった、看板がねえから分かりづらかった。着いた。しゃよよ。おー、それでは早速中に入ってみましょう。
というわけでですね、店員さんがですね、オカライダー視聴者さんだったということで、今回特別にですね、店内撮影許可がおりましたので、オフィシャルで店内の方を撮影していきたいと思います。それではちょっと店内撮影させていただきます。ありがとうございます。無事に。あ、川綱ゲック、下に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 。お、これは、バックコーナーですね。お、これ、この色だったかな？この色だったかな？確かキャットさんが買いましたね。北九州店で。あ、これウエストポーチ。このバイクを降りて歩くときは前にこうやって置いておいて、乗るときは後ろにぐるっと回しておいてもいいですし。8,500円。これちょっと個人的に欲しいですね。ん？これは。今まさに岡さんが着ていると、とにかく柔らかい、もうゴムゴムのレザージャケみたいなですね、そんな感じで、あともう肌触りがサラサラっすね、一生もんですね。はい。でこちらはちょっとシワの加工がされたアンフィニッシュド V ジャケットですね。プラスチック系のバイクに似合いそうな感じですね。お、ここはシューズコーナーですね。お、あった、ガルドシューズ。これ今岡さんが履いてるのと同じですね。まあ、とにかく柔らかくてですね、履きやすくてお気に入りです。つい最近ね、ダイネーゼのスニーカーも買ったんですけど、もうこれがあまりにも履き心地よくて、最近こればっか履いてますね。はい。これは新作の冷感ウェアですね。お店に来る前にね、お母さんね、ちょっとね、ネットで少し勉強してきたんですよ。広げてみるとこんな感じですね。もうこれ触っただけですごいひんやりしてるんですよね。もう T シャツとクールインナーがもう一体なんで、素肌にこれを着て、まあ、そのままメッシュジャケットを羽織れるってとこですね。しかもデザインがかっこいいってですね。まあ、お値段はね、ちょっといいですけどね。8000円。おは、いや、これいいなと思ってたんですよね。キシリトール配合のですね、ひんやり冷感 T シャツ。ありました。岡さんが今回一番欲しいと思ってたやつ。これ中に着るタイプのフーディーですね。ライジャケって基本的にこの丈短いじゃないですか。岡さんのパーカーをですね、そのままライジャケの中に着込むと、この裾が出ちゃうんですよね。ライディングウェアの中に着込むことを前提に作られてるので、バイクウェアメーカーさんが作ってるちゃんとしたインナー、パーカー欲しいな思うて、今日ちょっと見に来たんですよね。黒と、ネイビーとオレンジとグレーですね。いや、これかっこいいですね。一目惚れです。試着をした結果、お母さんには LL サイズが良かったのでこれを買います。ロング T シャツと L サイズ。じゃあこれお願いします。よろしくお願いします。はい、というわけでこちら岡ベースです。僕の家ですね。先日購入した串谷さんの商品が届きましたので、これから早速試着していきたいと思います。はい、最初はこいつですね。ひんやりするキシリトール配合の串谷さんの最新モデルですね。じゃあ早速着てみます。今お母さん、シュプリームの T シャツ着てると思うんですけど、僕の私服って割とこの T シャツの丈が長かったりするんですよ。こんなにジャケットから丈が長いシャツがはみ出ちゃった。なのでお母さんはバイク用の丈の短いなんかかっこいい T シャツないかなと思って探してたのが、まあちょうどこれだったってことですね。はい、じゃあ早速着ていきます。せーの、ドン。あ、ちょっとずれた。これ L サイズなんですけど、割とぴったりですね。こんな感じです。はい、 T シャツよりもちょっと生地感は薄いんですけど、フィット感が良くて、クールインナー7割 T シャツ3割って感じですね。首が透けそうで恥ずかしいんでちょっと隠しとくんですけど、背中のね、この首の後ろにもこんな感じでちょっとグラフィックというかデザインが入ってて、どうすか、ほら丈感ちょうどいい。ジャケットとインナーをクッションで合わせた甲斐があった。夏が楽しみですね。じゃあ次はですね、はい、それではこちら、ポロシャツタイプっていうんですかね、この襟付きのやつを着てみましょう。はい、ドン。はい、いかがでしょうか。こっちの方がなんかシルエットが私服っぽくてかっこいいですね。あとこの襟の部分がめちゃんこデザインいいですよね。ここに串谷のワンポイント、このボタンの穴のところもですね、色が変わってますし、ちょっとなんかこのグラフィックというかプリントというか、あとこの脇の下がですね、メッシュになってて、ここだけ通気性がいいような気がします。襟付きポロシャツデザインはちょっとお母さんお気に入りですね。これこれも L サイズですけど、割とぴったりって感じですね。ちょっと風当たっただけでひんやってします。おそらくこれですよ、夏にこれを着て上にメッシュジャケットを羽織って走ったら、おそらく中裸よりこれ着てる方が絶対涼しいと思います。クッションにはですね、ちょっと高いですけどデザインが良くて、このフィット感、このシルエットがスッと出るんですね。はい、お母さんお気に入りでございます。あ、それでは早速お母さん大本命のパーカーの方を着てみたいと思います。これちょっと肌触りというか質感的にはアディダスに似てますね。おー、あと見てください、このデザインね。で、紐もですね、まあ程よい長さですね。パーカーはですね、ヘルメットをかぶってても、はい、ある程度かぶることができますね。はい、ただヘルメットを脱いでからかぶりましょう。あとこれもですね、後ろのデザインが非常にかっこいいです。ほら、かっこいいでしょ。この後ろになんか赤と白のテープが見えると思うんですけど、これ消臭テープって言って、首の後ろから発生するちょっと嫌な匂いを抑制してくれる消臭の効果を持ったテープなんですよね。じゃあこれでさっきのレザー付けを着てみましょう。せーの、ボン。
お、見てください皆さん、この長すぎず短すぎずかっこよくレザー丈を着こなすことができますね、これね。あ、ちょっと前閉めてみましょう。後ろのパーカーはこんな感じ、丈感もこんな感じですね。バッチリじゃないですか。わあ、これいい。普通のパーカーとして着ることができるっていうのもこれいいですね。まあ、皆さんね、このライダージャケットの中にね、それぞれ好きなパーカーを着ることあると思うんですけど、やっぱり丈が長いやつが今ちょっと流行ってるんで、ライジャケのこの丈感に馴染むパーカーっていうのはなかなかありそうでなかったんですよね。なのでやっぱりこういったバイクウェアメーカーの中に着込むライジャケ専用設計のパーカーはこれだけいいってことが今回わかりましたね。いいっすねこれ。うん、というわけですごくいいパーカーを見つけたぞっていう動画でした。いや、概要欄にリンク貼っておきますので、皆さんも気になったら見られてみてください。はい。